はいどうも、新 AOJ こと新和也だ。今日はですね、4月18日、今日は、こちらのドラゴンボール、Z 復活の F を、見てきたので、その商品紹介というか、まあ映画館でもらったものの紹介したいと思います。あとゲームセンターで、もらったフリーザーのカードも紹介したいと思いますですね。まあこの紹介の前にですね、ドラゴンボール Z 復活の絵法を見た後にですね、映画館の外を出たんですよ。そしたらですね、東海オンエアさんに、を生で見ましてね。まあ前回も実は自分哲也さんと一度お会いして写真を撮ってますですが、今日はですね、東海オンエアさんの、芝優もいましたし、哲也さん、メンバー勢ぞろいでね、なんか、まあ、学生さんがこう、スマホで撮ってね、こう、芝優さんがね、カメハメハの歯をやっててね、まあ、それをね、僕自分生で見たんですよ。で、まあ、声をかけようと思ったんですけど、いなくなってしまったんでね、まあ、声をかけることは、できませんでした。はい、それはいいんですよ。ということで、紹介をしていきたいと思います。こちらですね、ドラゴンボールの、入場特典ですね。復活の F と、桃色クローバー Z のこのね、なんだろうな、ハガキかな、わかんないですけど、もらいました。めちゃ嬉しいです。ドラゴンボールと桃色クローバー Z。自分はほんとすごく大好きなんで、めっちゃ嬉しいです、これは。なので、ね、これは飾っておきます。か、まあ、立てておきます、これは。本当にこれはありがたい。ありがたい。で、まあ、ゲームセンターでもらった、おっとっとっと。はい。こちら、フリーザーのドラゴンボールヒーローズのカードでございます。すごくね、キラキラしてて、まあ、とても強そうだなって思った。今度一度やってみたいと思います。まあそれからまだこちらの方が開けていないので、早速開けてみましょうか。いでよ孫悟空ベジータ。さあ何が出るか、何が出るか。おっ、フリ、おベジータ来たよ。ベジータ、ベジータ出た。ビッグバンアタックのベジータだよ。めっちゃね、かっこいい。ベジータもね、映画館ですごくね、活躍してて、ね、よかった。やばいっす。あとはまあ、ドラゴンボールのヒーローズのやつですね。でまあ、最後に、復活の F のこちらの方があったので、開けてみたいと思います。あ、出た。書き下ろしドラゴンボール。ちょっと中を見てみたいと思います。おお、すげえ。おお、なるほど。すごいっす。これ見に行ってから、みんな中身は自分で確かめてください。ということで、今日はですね、ドラゴンボールの、まあ、Z 復活の F を見に行った時のグッズ紹介でした。では、またお会いしましょうね。じゃあねー。